和歌山県、三重県室郡の範囲。室郡は、和歌山県、三重県にあった郡。現在の下記の区域にあたるが、行政区画として確定されたものではない。紀伊国及び南海道で最大の面積を有する郡であった。室郡の名が歴史上初めて登場した時期は、皇徳天皇の在位中である。古代は紀伊国室郡で紀伊国最南端に位置し、南は熊野国と接していた。郡域はおおむね、平成の大合併以前の田辺市と一致していた。両政国成立の際に紀伊国造が熊野国造を編入し、新たに紀伊国となった。その際熊野国の領域は元紀伊国室郡に編入された。この当時は今の北室郡、尾鷲市を含まれておらず、現在の奈良県上北山村と下北山村を含んでいた。室郡の里は和名類聚抄に神戸里、岡田里、室里、栗栖郷、三千里が記載されているが、このうち熊野国造でなく、紀伊国造の領域であったのは、室里のみである。熊野に類する地名は、奈良盆地の周辺に与えられる例が多い。熊という字は、由来が熊、すなわち、奥まったところを意味する地名と考えられ、国家の中心地から遠い辺境の地とみなされていたことが推察される。室の由来である、室は、周りを囲まれたところを意味し、三方を山に囲まれた田辺湾を指す地名である。広大な郡が成立した背景には、辺境の地であり、人口が少なく平地が乏しいという地理的要因が存在する。三重県北室郡紀北町と尾鷲市、渡来郡大紀町の近地区は、元は、島国阿児郡の一部であった。天正10年に、新宮城主の堀内主膳が、二坂峠より、南側のこれら地域を、紀伊国室郡に編入した。式内社、延喜式神明帳に記される郡内の式内社。鎌田純一によると、室とは、神のこもる地との意味であるとする。ありがとうございます。